キーパーが山田、フォーバック右からカバの柳、バイス、鈴木、アンカーに若狭、右に戻ってきた田中、左にドリブラーの木村、トップ下に千葉、ツートップ桜川とステファン・ムークと入っております。今日はハン・イゴンがベンチスタートということになりました。こちらも 4-4-2 のシステムです。キーパーが白井、フォーバック右から桜井、井上、孫、バイヤ、そして右に島田、中盤ダブルボランチ梶浦、藤村、左に加藤、ツートップバイアーノと林と入っております。川野のボール真ん中に入った、ヘディング、柳が高かった。このタイミングが早かったということもありましたけど、ここで状態をコントロールしながらね、当ててボールをキーパーの右側に流し込むという技術は高かったですよね。もちろん金沢もそこはスカウティングして頭には入っているはず。さあここもテンポがいいぞ、右に持ってきた。さあクロスサーの川野、中を見た、いいボールが入った、川野のクロス、ボレーシュート、桜川プッシュ、いやーこれは駆け出した金沢、いやーいいクロスからのジャンピングボレー、最後は桜川。柔らかいボールが入った、そらしたボール、桜川プッシュできるか、おお書き出した、曲がるか、押し込んだ、最後は岡山の闘魂ヨルディバイスがプッシュをしました。これまた得意のセットプレーで先制、ファジアーノ岡山。このニアサイドで一つフリックしたところ、そしてこの後これキーパーも出たんですけども、この後のところで少し言ってるのはバイスがヘディングで押し込みましたね。これをオフサイドではないのかというところをカナダの選手はアピールしていますね。ここも一旦クロスバーに、この藤村ですよね、ゴールカバー、そうですね、よくカバーしたと思いますしね、繋いでいきます。捕まえた岡山、千葉が取った、千葉が取った、さあ千葉右使って桜川のシュート、オフサイド、頭を抱えます。桜川ソロモン、ボールダッシュ後のショートカウンター、若干千葉が一つタッチを入れた分だけ桜川のオフサイドラインを越えてしまった時にパスを供給してしまいましたかね、桜川ソロモンが粘りましたが笛なし、庄司の対応、裏返した林のクロス、こぼれる、チャンス作りました金沢、こぼれたボール、ワンタッチしてからのやり直し、5番の桜井、藤村です、引き出した石原、石原は急がずに戻して、桜井のアーリークロス、孫大河のヘディングできた。狭いところ、ステファン・ムーク、くるっと回った、千葉が来た、どうする千葉、桜川ソロモンからステファン・ムークが行った、狭いところかわしてフィニッシュ、桜川ムーク2トップで仕上げました、追加点ファジアーノ岡山、中を締められてもこじ開ける、これが2023のファジアーノ岡山です。ある程度仕掛けていってペナルティーボックスのラインで、ここで桜川が溜めて横パス出すんですよね。そして一つ目のタッチでどうしても顔は下がったんですけれども、ダブルタッチでステップ踏んだことにより金沢のディフェンダーがどうしても飛び込めなかった、そして最後は落ち着いて流し込んだというところ、この手本当にテクニックのある仕留め方だったなと思いますね。山田裏返すボールです、左足でつけて、レフティーのゴールキーパー高木が幅取って、ここで収める桜川、あいいですね、収めてムーク、さあムークはどうする、一つ溜めて使います、高木インアウト、縦へ取る、左足、交代出場、左の弾丸、高木が結果を出しました、3対0、迷わず左を振りました、高木優也、まずはよく振り抜きましたね。この桜川のキープも良かったです、それを追い越していったムーク、そしてここで、ね、出すかなと思ったんですけども、対応されたのが分かりました、ちょっと時間かけました、
でこう前向きになったら自分の持ち味の左足に行ってよくニアを打ち抜きましたよね。白井がちょっとねシュートを、まあ、予測できてなかったようでちょっとニアに対応そのニアへの対応が遅れてしまいましたね。ルカをキープ。さあ93分です。ここで試合終了の笛です。2023ホーム初勝利、今季の J2 はファジレットが彩ります。見据える先はもちろん J のトップカテゴリー、強いファジアーノ岡山。バイス決めてセットプレーからでした。崩したムーク、そして交代で入ってきた推進力のある高木が仕留めての3対0ということになりました。